本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。速報です。なんか僕一部の YouTuber のところに、Google からのお手紙が来ているようです。お手紙というかメールです。今のところ私の方で確認が取れているのは、ハイブタ様と、役場ハイル様の二人だけです。ちなみにハイブタ様から、Google からメール来ていませんか?というコメントが来ていましたが、私のところには今のところ来ていません。もし Google からメールが、私のところに来てしまったら、大喜びで動画にして監禁しますので、よろしくお願いします。堀口くんが先日のスペースで、レイヤーの開示は進んでいる、という趣旨のことをおっしゃっていましたので、これはそう遠くないうちにメールが来るかもしれません。やったぜって、ハイブタ様と役場ハイル様に来た Google からのメールなんですが、こんな感じの内容みたいです。ハイブタ様の生放送から引用します。この件の詳細については、ハイブタ様のチャンネルの12月16日の生配信のアーカイブを見てください。メールを見た限りだと、何が開示されたのかもよくわからないので、なんとも言えないですね。堀口くんが、ハイブタが開示された、と息巻いていたのは、もしかしたら、堀口くんの元に、Google から何らかのメールが来ていて、それで大喜びで先走って、ボロン、してしまったのかもしれません。先走ってボロン、して、その後盛大に自爆するというのは、堀口くんのいつものパターンですから、この流れだと、そう遠くないうちに、また堀口くんが自爆しそうな気がします。頭おかしなるで、ちなみに、役場ハイル様の動画に関しては、私は見ていないので何とも言えないのですが、ハイブタ様曰く、アウトの可能性が高い、下手したら僕よりもアウトかも、ということだそうです。現在動画は非公開となっています。アウトな内容を投稿していたことについては、私も擁護するつもりは一切なく、いけないことだと思います。投稿した内容について責任を問われるのは、仕方のないことでしょう。しかし、堀口くんがあまりにも嫌われすぎているため、訴状の販売や、裁判の流れを有料ノートで監禁することで、全額回収するのは無理でも、ある程度の費用は、回収できるのではないでしょうか。また、もし今後役場ハイル様が、堀口くんと裁判することになると、あの堀口くんと裁判しているという事実だけで大いに注目されることは言うまでもありません。その状況をうまいこと利用すれば監禁できますし、なんなら売名して堀口くんを今後の人生の踏み台にすることもできてしまいます。堀口くんはいろいろとんでもないことをやらかしていますので、どうせなら徹底的に監禁して人生の踏み台にしてあげてほしいなと個人的には思います。もろちん、これは私の個人的な考えなので押し付けるつもりはありません。ちなみに、ハイブタ様のところに来た Googleからのメールには、堀口、15、とかいう、謎の名前が書かれていました。役場ハイル様のところに来たメールでは、ちゃんと堀口秀俊、となっていたそうです。しかし、ハイブタ様のところに来たメールの、堀口15とは、一体何なのでしょうか。堀口15って、堀口15、ということですか。挽回とか使えそう。あるいは、堀口秀俊は、全部で15人存在して、強い方から順番に、1から15の数字を割り振られている、という可能性もあります。エスパーダみたいに、堀口1が、一番強くて、堀口15は、15番目に強い、ということです。つまり、ハイブタ様を開示しようとしている、堀口15は、ホリパーダの中でも、最弱、堀口秀俊が、もし15人存在する場合、11時間の長時間スペースをしながら、KCL のハードな課題をこなし、授業にも出て、600枚の書面を書きながら、裁判所にも顔を出している。ということにも一応説明がつきます。はい、ではそろそろ、次の話題に行きます。なんと堀口くんが、とんでもないことになってしまいました。堀口くんが作ったとされる、学習院告発サイトの件で、OB たちはサイト削除の、仮処分を申し立てていました。仮処分について、一応説明しておきます。正式な裁判手続きによる、結論を待っていると、被害が拡大してシャレにならないので、この後裁判で白黒つけるから、とりあえず先に削除してください、と申し立てて、裁判所の仮の決定を、先に出す、というのが仮処分です。例えば、デマを堂々と流しているサイトがあったとして、そのサイトの運営者を訴えるとき、裁判に2年から3年かかるとしましょう。裁判が終わるまで、デマサイトが公開されたままだと、被害が拡大して困ってしまいます。そういう時、先に仮処分を出してもらうことで、サイトをとりあえず削除してもらう、といったことが可能です。仮処分は通常、その後の本訴訟で、削除が正当なものなのかを、白黒つけるものです。しかし堀口くんは、この仮処分を乱用して、その後訴訟する気もなさそうなのに、仮処分で投稿を削除させまくっています。しかし学習院 OB は、仮処分を申し立てつつ、この後本訴訟が控えていますから、その点も堀口くんとは違います。で、堀口くんはなぜか期日の前日に、600枚の FAX を送ったそうです。600枚はさすがに草、小説かよ。どうせ、ファンタジー小説みたいな内容なんでしょうね。なぜ前日に出してきたかというと、多分、前日に出すことで、相手が反論する猶予を、短くするのが狙いですよ。ふふ。とか思ってそう。知らんけど、しかもその上、堀口くんは、その日は裁判所に行けません。大阪地裁に行く必要がありますので、別の日にしてください。という趣旨のことを言い始めました。裁判所に対して、わがまま言ってんじゃねえぞ。おん。
裁判所は秀俊のままじゃねえんだよ、と言いたいところですが、別の裁判があるという事情があるなら、仕方ないかもしれません。それで裁判所も、まあまあええわ、となったのでしょう。裁判所は、堀口くんの主張を一旦認めて、別の日に期日を変更しました。秀俊のわがままに付き合ってあげる必要も、特にないとは思うのですが、このあたりの対応は優しいですね。で、その後堀口くんは、さらに意味不明なことを言い始めます。なんと、期日を変更してもらったのに、チンは、書面か電話での裁判を希望する、などと言い始めたのです。堀口くん、そういうことしちゃ、ダメじゃないか。呆れ、わがまま言って、期日を変えてもらったんでしょ。堀口くんは裁判所に対して、手をついてお礼を言わなければいけない、そんな立場なのです。それなのに堀口くんと来たら、書面か電話で裁判したいとか言う、ガチで意味わからないことを言い出しました。いや、まだね、最初から言うんだったら、ギリギリわかりますよ。一番最初の時点で、書面か電話で裁判したいんですが、できますか、とお伺いを立てるんだったら、まだ良いんですよ。でも自分の都合で、一回期日を延期してもらって、大勢に迷惑をかけておきながら、さらにわがままを重ねていくスタイル、もうめちゃくちゃです。だったら最初からそう言え、という話です。藤おじと同じぐらい、根本的に他人を舐めていないと、こんなふざけたことは言えません。裁判所を舐めるのは良いんですが、その停滞しっぺ返しを受けることになるのは、堀口くん、あなた自身ですよ。さて、堀口くんの自己中ムーブに対して、裁判所は一体、どのような回答をしたのか。おそらくもう皆様もすでにご存知でしょう。そう、なんと次回の期日は弁護士しか参加できないウェブ裁判で開催されることになりました。よかったですね堀口くん。これならお望み通りリモートで参加できますよ。なおウェブ裁判に参加するための Teams のアカウントは弁護士しか作れないそうです。あれ、じゃあ堀口くん参加できないんじゃ。堀口くん、何やってんすか一体。今すぐ裁判所に手をついて詫びましょう。いやもうすでに手遅れでしょうか。堀口くんは、学習院告発サイトの裁判では、なぜか本人訴訟です。本人訴訟なのに、弁護士しか参加できないウェブ裁判になるとか、ちょ、おもろすぎ。なんと堀口くん、裁判所からも、ウィズアウトされてしまいました。さようなら、秀俊、ちょっとオーバーな言い方をすると、裁判所から、出禁を食らったようなものです。堀口くん、かわいちょ。しかし、堀口くんが裁判所に対して、舐め散らかした態度をとって、散々わがままを言った末にこうなったので、同情できる点は一切なく、むしろ妥当な判断だと思います。ざまあねえなー。おい、他人に対して、筋を通さない人間は、こうなるという、良い例です。よかったじゃないですか堀口くん、勉強になりましたね。一般的にはこういうことは、幼稚園や小学校で、友達との付き合いの中で、自然と学んでいくことなのですが、堀口くんは結局、他人に優しくできないので、他人から優しくされないんですよ。秀俊、裁判所にはもっと優しくしろよ。しかも、この情報が明かされたのが、金曜日の夜です。おそらく多くの弁護士事務所は、もうすでに営業を終えている時間帯です。弁護士事務所は、土日は休みのところが多いので、堀口くんが新たに弁護士を雇うというのも、難しいです。なぜなら次の期日は、確か月曜日だったかな。弁護士を雇うにしても、即日で対応して、期日に参加しなければならないので、よっぽど有能な弁護士でもない限りは、まともな反論はできないでしょう。弁護士を雇っても、雇わなくても、堀口くんにとってはかなりきつい状況です。なお、自分自身でこの状況を招いた模様、何考えてるんですかね一体。あるいは、月曜日までに、堀口くん自身が、弁護士になることで、一応ウェブ期日に参加することはできますね。あくまで月曜日までに弁護士になる方法があれば、という話ですが、開示に関しては、その辺の弁護士よりも知識がありますよ。ふふ。と買い切ってた堀口くんのことですから、月曜日までに弁護士バッジを入手している可能性も、決してゼロではないと思います。堀口くんにとって、好意的に解釈するのであれば、電話での裁判は、本人確認ができないので無理、書面も論外、今取れる手段の中で、堀口くんの要望に、最も合わせるのなら、ウェブ裁判という形になる、よってウェブ裁判を行う、という判断を、裁判所が下したのでしょう。もろちんこれは、かなり好意的な解釈なので、実際どうなのかはわかりませんよ。ただ、解釈の仕方によっては、裁判所の堀口くんに対する心証が、最悪で、堀口くんは期日に参加する意思がない、とみなして、堀口くんが参加できないウェブ裁判にした、という風に見ることもできます。どういう風に見るかは、あなた次第、あくまで一般論ですが、期日の前日に FAX を何百枚も送って、わがままを言って期日を延期させた挙句、書面か電話で裁判やりたい、とかいう、舐めたことを言い出す奴がいたら、裁判所がブチ切れてもおかしくはありません。いやー、とんでもないことになってしまいましたね。堀口くん、何やっても面白いことになってしまうのは、ある種の才能でしょうか。裁判所から、ウィズアウトされた男。
堀口秀俊伝説に、また新たな歴史が記録されました。もう十分堪能したよ。というわけで、元から部がかなり悪そうだった、学習院告発サイトの集団訴訟ですが、さらに堀口くんはピンチに陥ってしまいました。もう堀口くんに打つ手は、ほとんどない、と言っても過言ではありません。そういえば先日、秘書っぽい人が匿名掲示板で、私は全ての裁判で、完全勝利しますよ。ふふ。みたいなことをおっしゃっていました。その言葉、信じていいんだな。これは堀口くん、裁判全勝、待ったなし、V やねん、勝ったな、風呂入ってくる。というわけで、堀口くんの歴史的快挙を祝って、本日はビールを飲ませていただきます。しかも堀口くん、裁判はこれだけでは終わらないみたいです。今後も堀口くんに対する裁判は、どんどん増えるとか。というわけで今、スーパードライを飲みながら、この動画を作っています。いやー今日は酒がうまい。もう気が狂うほど美味しいです。もろちん、まだ仮処分関連で動きがあっただけで、本当の勝負はこれからなんですけれども、恐ろしいですねー。YouTube で何百人か、訴えるんでしたっけ？頑張ってくださいね、堀口くん。途中で投げ出すとかは絶対にやめてくださいね。頑張れ、頑張れ。堀口くんを見越しにしていた、間抜けは、今どんな顔をしているのでしょうか？かわいちょ、わがままを言って許されるのは、子供の時だけです。社会に出てからダダをこねても、怒られて、自分がどんどん不利になるだけなので、堀口くんみたいなことをするのは、絶対にやめましょうねー。それにしても、すごいですよね、堀口くんは、裁判所ですら、自分の思い通りに動いて当たり前、自分の要望を聞き入れて当たり前、みたいな考えをしているのでしょうか。頭おかしなるで、堀口くんはなぜいつもそうやって、他人をコントロールしようとするのでしょうか。他人をコントロールしようとする前に、まずは自分自身の感情を、コントロールしてください。さて、次は、ひまそらあかね様のポストから、引用します。大学卒業している、って言われても、ちゃんと勉強しなかったんですね。ってどういう意味なんやろ。文脈がわからんから、わからんだけかもしれないが、だいぶ意味不明、俺にもようわからん。大学って学びたいことを学び、あとは社会に出たら、大して関係ないもの、所詮飛び箱の前にある、踏み台みたいなもので、社会という飛び箱で、どんだけ飛べたかだと思うんだけど、まあ、大学卒業見込みもないと、大学までのことしかわからんのやろ。確かに学歴で、例えばストレートで東大卒とかだと、踏み台としての効果は抜群で、商社とか射程に入るし、じゃあ商社に入っても使えない。って楽園をされてクビになったり、使い潰されて鬱で退職したら無意味だし、その程度のもんじゃないの。物差しが学歴しかない人は多い。大体そういう人は、大学受験失敗とか、中退とかしてる。幸いなのかわからんが、ゲーム業界には、学歴誇る奴はいなかったな。東大卒だろうが芸大卒だろうが、良いコード書けなかったら、良い絵書けなかったら、良い資料書けなかったら、ただのカスだからな。リアルで学歴マウントを取ってくる人なんて、ほとんど見たことがありません。あくまで一般論を申し上げますが、本当に頭が良くて、なおかつ育ちが良い人は、学歴マウントなんて絶対に取りません。高学歴の人で、マウントを取ってくる人って、リアルでいますか？多分そういうことをするのは、ネットにしか居場所がない、痛い人ぐらいのものではないでしょうか。堀口くんの場合、自分のなりたい理想像があって、それに自分を無理やり当てはめようとするから、いろいろおかしくなってしまうんじゃないかなと思います。自分のイメージする理想像を、できるだけ引き下げれば、いろいろとうまくいく気がするのですが、今更もう難しいでしょうか。学歴マウントを取るにしても、せめて卒業してから、マウントを取っていただきたいものです。そんなことを言うと、卒業したという設定に変更する人も、いるかもしれませんが。あ、そっか。WED 期日になったから、言っていいのか。仮処分期日は、月曜でーす。ここから弁護士つけるの、普通は無理っすね。やったぜ。成し遂げたぜ。弁護士事務所が開くのが、月曜日の朝として、月曜日の朝に連絡を入れて、当日中に対応してもらうしかないと。まあ無理でしょうね、さすがに。売れている弁護士は、スケジュールが詰まっていますから、今日期日に出てください、とかいきなり言われても、スケジュールがすでに埋まっていて、出られない弁護士が大半ではないでしょうか。いずれにせよ、今から弁護士を雇うのは、至難の業なので、堀口くんは完全に積んでいます。かわいちょ、堀口くんはせいぜい、月曜日までに、頭の良い仲間とスペースでも開催して、現実逃避でもしてれば良いんじゃないでしょうか。筆跡似てるかも、って意見もあるんだけど、だとしたら本業のサインだけ、徹底的に練習したってことになって、それはそれでおもろいな。筆跡に関しては、あまり詳しくないので、ノーコメントで、こういう意見も来てるよということで、紹介させてもらいました。それにしても、堀口くんのサインが、やたら上手なのは本当に笹生えるパンダ。あれ多分、自分のサインだけ、めちゃめちゃ練習してるんじゃないですかね。練習全くしていないのに、あのサインは書けないでしょ。もし本当にサインを練習していたとしたら、一体何のつもりで練習していたのでしょうか。政治家や有名人にでも、なるつもりだったのでしょうか。確かに有名人にはなっていますけれども。ちなみに、前回の FAX 突は期日の前日でしたね。期日が近づくとムラムラしちゃうのかな。やめてください。
ムラムラしないでください。いろいろ怖いんで、堀口くん、もし万が一ムラムラした時は、レイヤーの同人を買ってくださいね。ちなみに、DL サイトの赤木レイヤーのサークルにて、レイヤーが登場する大人向け小説を、100円で販売しています。まだ買っていない人はぜひ買ってくださいね。期日の前日に、600枚近い FAX って裁判所の人も、びっくりしただろうなと思いました。コナミ意見論評。600枚って、さすがにおかしいでしょ。一体何を書くんですか。600枚も、堀口秀俊くんの、人生の歴史を全部書いても、600ページいかなさそう。いや、逆に600ページだと、全然足りない可能性もあるでしょうか。仮処分の話でしょ。絶対600ページも書くことないです。それだったら、せいぜい10から20ページぐらいで、短くまとめて、コンパクトに自分の主張を伝える方が、確実だと思うのですが、裁判所も人間なのですから、少しでも自分に有利な判決を出すよう、裁判所に対して配慮することも、ある程度必要ではないでしょうか。それなのに、いきなり600枚の書類ボロン、ですから、そんなことをしたら、裁判所からの心証がどうなるのかとか、堀口くんは考えないのでしょうか。大変失礼しました。他人の心証とかを考えることができるなら、こんなことにはなっていないでしょうか。噂をすれば影が差す、とはまさにで、学習院裁判について、爆笑ものの速報が来たけど、ツイッターで消化しきれない爆笑ネタなので、タイミングを見てライブしますか。ヒントというか予告、堀口くん、書面または電話による記述を、求む。これが例の、ウェブ記述による、ウィズアウト H です。裁判所からもウィズアウトされるのは、斬新すぎて笑う、前代未聞でしょ。本人訴訟の被告が、裁判から出禁になるなんて、多分、結果を当てられる人いないです。いたら堀口くんから情報をもらった人と思う。お、正解当てたやついた。さすがにこれは予想できなかったです。ウェブ記述が弁護士しか参加できない、というのも知りませんでしたし、お金って外付け HP、体力、なので、あんまり多いと、人生ゲームが全く変わってしまい、若い頃にそれを持ってると、完全に振り回されるでしょうね。人間は自分をあまり、コントロールできてないですからね。魯山人を研究した人が、天才と呼ばれる人間には、極度の貧乏を、経験したものでなければなれない、と評してたのが、俺は腑に落ちます。結局やる気を燃やさないと、人間のレベルは上がらないし、自分で稼いだわけではない金は、その邪魔になると思います。ああ、私も親の金でニートしてなー。でも不思議なんですけど、ニートしてる人って将来に対する不安とかはないのでしょうか。いくら親の遺産があるからといっても、せめてバイトぐらいした方が人生に張り合いが出ると思うのですが、毎日休みだと逆に張り合いが出なくて毎日つまらないですよ。週3ぐらいのバイトでもいいから、とりあえず働くことをお勧めします。誰とは言わんが、暇すぎてやることがないから変な方向に走ってしまうというのはあるかもしれません。堀口くんを見てると、親にもうちょっと感謝した方がいいのかな。不満もあったし離れているけど、堀口くんみたいに育てられなかっただけ感謝すべきなのかな、みたいな気持ちが湧いてくるからたまらん。堀口くんを知れば知るほど、どうしよう、俺親にきちんと育ててくれてありがとうとか言った方が良いのか、みたいな漠然と弱く、しかも確実に俺を突き動かそうとする気持ちが芽生えてくるのを感じる。本当にたまらん。ついに教育的コンテンツと化してしまった男、堀口秀俊くん、これもう実質 NHK だろ。熱い賞賛。でも、育てられ方だけなら、秀時ってすごく恵まれてる印象ある。秀時の語る育てられ方で、秀時になる要素が、びっくりするほどない？どっちかというと、強制しなかったのがひどい育て方、ということになるのかな。強制が無理だったのかもしれないが、最近になって、数年前に堀口くんの実家に、内容証明が届いていたことが、判明しました。ということは少なくとも、堀口くんの両親は、学習院告発サイトの件については、把握しているはずです。ただし現在の状況について、両親が把握しているのかは一切不明です。私のチャンネルのコメント欄にも、遠回しに両親の責任を、追及するコメントがたまに来るのですが、現段階では何とも言えない、という感じです。あくまで一般論ですが、毒親でもまともに育つ子供もいますし、あんな特殊なことをする人物を、すべて親のせいにするのも気の毒かなと。ただ今後、新たな事実が発覚すれば、その限りではありません。今空の気持ちが俺にもわかる。堀口くんを見るたび、自分はちゃんと育ててもらったと、親への感謝の念が湧いてくる。がんで入院した後、俺を浮気相手の連絡役にしようとした、最低の父親だったけど、わかる、わかるよそういうの。嫌いだった親に、感謝した方が良いのか、と思わさせられる強制力。これも一般論ですが、親もいつまで生きているかはわかりませんので、何か言いたいことがあるなら生きているうちに伝えた方が良いですよ。これは別に親に限った話ではないかもしれません。ある意味堀口くんはコンテンツとしてはメリットしかないんだよな。興味も引くし、真面目に生きようって思えるし、親に感謝の気持ちとか芽生えるし、さすがは概念とかした男、堀口秀俊です。堀口くんを見てるだけで様々な学びを私たちに与えてくれます。堀口くんを見ていると、周りの人たちに対してもっと優しくしなきゃとじみじみ思います。堀口くんはおそらく今までの人生で周りの人たちに優しくしなかった結果、ああなっているわけですから。というわけで、黒すみれ様、ケツ出せ。
俺の認知においては、裁判官は中立、という認知なのを踏まえて、読んでください。あ、そうか、これまでの人生で、他人が丁寧に話を聞いてくれる経験が、乏しいから、裁判官が優しい言葉遣いで、相槌入れながら聞いてくれると、同情的と感じてたんだ。その説あると思います。なんか腑に落ちた。あのコンビニ店員は、俺に優しくしてくれた。あの人は俺に気があるに違いない。みたいな、怖いですね。完璧な人間などいない。いるとしたら、自分の欠落を認めないカスだ。恒久的な欠落を愛してこその、人生だ。完璧を自称する人間。自分の落ち度を絶対に認めない人間。何が何でも他人のせいにし続ける人間。頭が。お知らせです。現在 Amazon では、クリスマスギフトの特設ページが、用意されています。もうすぐクリスマスです。聖夜に向けて、大切な人にプレゼントを贈るのは、いかがですか？あるいは、今年1年頑張った自分へのご褒美に、ちょっとお高いものを買うのも、いいですね。お菓子やお酒など、クリスマス仕様の包装の商品もあり、見ているだけでも楽しいです。クリスマスのお買い物は、ぜひ Amazon で、詳細は概要欄のリンクからどうぞ。ちなみにレイアへのクリスマスプレゼントは、お布施にて募集しています。白心、私はクリスマス用に、スパークリングワインとお菓子でも買おうかな。最後までご視聴ありがとうございました。